ありがとうございます。僕は3つ考えてまして。要素面接で気をつけてる意識したポイントとかってありますか？2軸あると思ってて、はい、内容じゃなくて結構ピッとこから、うん、ということで今説得面接を加藤さんにお答えいただいて、三田さんももう絶対合格っていうようなあのご意見いただいたんですけども、キーエスの面接で要素面接という面接もありまして、そちらの方もちょっと三田さんにあの面接をお願いできたらなと思ってます。では、次の質問をさせていただきます、はい。来週リーダー研修があるということを背景にですね、じゃあ若手のこれからリーダーを目指す方に対してリーダーとして大事な要素を3つ教えてほしいと言われたら何とお答えになりますか？ありがとうございます。僕は3つ考えてまして、1つ目は行動で見せる、2つ目は仕事の分配で、最後が評価。この3つがリーダーシップでは大事だと思ってまして、なぜかというと、一つ目、まずリーダーシップを取る上で、この人かっこいいであったり、この人できるよねっていう、まあ、一種の仮面ですよね。リーダーの仮面みたいなものを被れてるかどうかみたいなところがすごく大事だと思ってて、そのサラリーマンって結局その組織の中だけで評価される世界なので、その中でこういう仮面被れてるよねっていう、つまり行動で示すしかないんですよね、最初って。じゃあ、営業であれば誰よりも営業の量をこなしているとか、しっかり目標を達成しているとか、そういうところの行動で示すっていうところが基盤となるかなと思います。じゃあその上でリーダーシップ発揮するってなったら、この行動で示すだけではダメで、組織を持っていくっていうことになると思うんですよね、そのフェーズに移行した時に大事なことは、自分の仕事をどれだけ渡せるか、ここかなと思ってまして、その時に大事なことってもう傾聴力やと思うんですよ。あとはまあ人の能力判断力というか、だから部下がメンバーがいた時に、メンバーごとにこの人はこのぐらいまでは任せれるよねっていうのを最大限がここやとしたら 105% みたいなところをもう渡すっていうのがすごく大事かなと思ってて、じゃあ1個目で能力優れてるよねっていう人から自分に渡された仕事って絶対やる気になると思うんですよね、で届かない、もしくは余裕じゃないちょうどいい塩梅の仕事を渡すっていうことが2番目に大事かなと思ってます、でもうリーダーシップ取る上で3つ目の評価、これほど大事なことはないと思ってまして、結局サラリーマンって自分で仕事してるわけじゃないので、評価の世界で生きてると言っても過言ではないと思うんですよね、じゃあ1個目と2個目で信頼、尊敬してる人から仕事をもらいました、これで終わってたらもうサボったりとかやらなくなっていくんですけど、ここで評価の機会を定期的に設けてあげるっていうことで、ここもサイクルができていくっていうイメージなんですよね。じゃあどういう評価をしてあげればいいかというと、定量評価と定性評価、で僕の考えとしてはほとんど9割定量評価でいいかなと思ってます、なぜかというと誰から見てもこの人ここ達成できてるよねっていう指標が定性評価だと分かりづらいから、かつそのメンバーが評価されていってポジション上がった時に誰が見てもっていう客観性がないからっていうところがあって、もう定量的にしっかり見てあげる、ここが大事かなと思ってます、まあこの3つなんですけど、プラスアルファで1つ付け加えるなら、ここの評価のところで、目標設定というところも常にしてあげてるとすごくなおいいかなっていう考えもありまして、その仕事の中での目標設定と、そのメンバーに対しての、なんだろう、人生の目標設定というか、ここも把握をしてあげると、その仕事って君の未来につながってるんだよっていうところを常に照らしてあげれば、ここのモチベーションにもなるかなと思うので、プラスアルファでそこの目標設定というところをやってあげれば、リーダーシップとしてすごく優れているんじゃないかなと考えています。以上です。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。三田さん、いかがでしたか、今の。そうですね。ロジカルに、まさに 2C に、ね、分析をいただいていて、その行動の部分、
その人を見て仕事を渡すという、まあ、分配の部分と、あとその後の評価ですよね。非常にまあ、分かりやすい、この時系列に持っていった形での話をいただいたかなというところだと思いますし、まさにリーダーの場合って、役職がついてるからリーダーだというよりかは、この人についていきたいと思うからこそリーダーみたいなところもあると思いますので、おっしゃる通り、その行動で示していて、なんか憧れられる存在とか、ロールモデルになる存在であることが大事だなというのをおっしゃる通りだと思いましたし、あとはそうですね、やはりその仕事の分配をしていく上での必要な要件として、その人それぞれの適性だったりとか、でその業務のどこまで耐えられるかというところを見た上で渡していくというのは、なかなかできてない部分で大事な要素だと思いますので、おっしゃる通りかと思いましたし、あとは目標設定と評価をですね、確かにその評価があってこそ、その方向に努力をしていいのだと思えるというところもありますので、非常に的確な答えだったと思います。ありがとうございます。要素面接で気をつけてる、意識したポイントとかってありますか？二軸あると思ってて、はい、相談とかの時は3要素があったら、それぞれがいわばじゃんけんみたいにそれぞれが相互関係になってるイメージで説明したんですけど、はい、今回みたいなビジネスの人間関係の話じゃないですか、はい、ってなったから、今回は時系列に沿ってこのステップでやっていこうっていう3要素にしたっていう感じですかね。質問によって結構考え方を変えるっていうのは、どれが一番納得感あるかなを先に考えるので、うん、内容によって時系列で説明するよりも、うん、それぞれが相互関係になってた方が納得感あるお題とかもあると思うので、それをまず判断しますね。でどう説明したらいいかなってなった時に、時系列順に自分ならリーダーシップをこう発揮するかなっていうのをひたすら演説しました少ない時間でパパって考えて話してるってことですもんね。まあだから今ので言うと即興なんでちょっと詰まったりとかちょっとロジックじゃないとこもあったかもしれないですけど、まあ大枠のロジックであったりとか、その時系列はハマってたんじゃないかなと思います。なんで就活生のみんなとか、内容じゃなくて結局ロジックと構成やから、うん、ここができてる上で熱量やから、そこの熱が伝われば分かるから、今の僕の内容で逆に自信を落とさんといてほしいっていうか、はいはい、こんな話せるのはキーエンスを経て経営してるからだって、うん、学生で今の答えれるやつなんていないから、はい、自分なりにもうロジックがなんとなく通ってればいいから、うんうん、どちらかというともう表情とか、うん、あとは身振りとか目線とか、こっちの方が重要視してもらった方がいいんじゃないかなと。ああ、いや、それはすごい再現性があってめっちゃありがたいです。まあこれはパーフェクトな姿やとしてなんか抜けるとこ抜いてほしいなみたいな、はい、ということで、今の金藤さんの面接見て自信をなくした方も大丈夫ということで、自分なりの完璧な面接を目指していただけたらなと思ってます。ということで、お二人の SNS のリンク、アイリスチャンネルのリンクや、飯田さんの Twitter のリンクは下の概要欄に貼ってあるので、ぜひフォローとチャンネル登録ぜひお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は皆さん、貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。